はい、どうも皆さんこんにちは、エルズです。ということで今回なんですけども、さあ今日はまあカップ戦の報告とガチャをねちょこっとだけ引いていこうかなと思いますということで、皆さんカップ戦お疲れ様でしたということで、僕の順位はこんな感じです。はい、4度目のスパスタですね。いやこれね、実はね残り32戦残しで2500とかポイント超えてたんですよね。なんでこの調子に行ければ初めてのね100以内レジェンドあったかもしれないんですけど、まあ、やっぱり今回もねスパスタにとどまっちゃいましたね。まだ、あ、これはこれで、ね、4度目のスパスタということで、まあ嬉しいことではあるんですけどもね、まあ、いつか100以内のレジェンド、まあ、取れたらいいかなという感じです。はい、でカップ戦の詳細、まあ、僕がどんなデッキ使ったのかとかについてはあの動画にしてあるんでね、そちらを参考にしてください。はい、やっぱ今回ヴィーナス多かったね。進化ヴィーナスの代償が一番僕の中では印象強かったかな。なんかすごい連続で来るなと、なんかまたヴィーナスかよみたいなことを、まあ、言ってたのをね、まあ、今でもまあ覚えてますけれども。はい、そんな感じで今月お疲れ様でしたということでガチャいきましょう。はい、で今回はね11連だけにします。11連だけにするってよりかは11連しか引けないですよ今。あのかけらがね見ての通りまだ静馬報酬とか白の塔のかけらも回収しきれてないんで、でまたそれをやってからね、また残り44連の動画はまた後で出そうかなと思います。ということで10連引きますよ。ちょっと欲しい駒行ってこうかな。じゃあガシャドクロと、まあ、ガシャドクロそんなヴィーナスにだいぶマジで欲しいな。今回のカップ戦でねこの進化ヴィーナスの強さを改めて知らされたからね、これちょっと欲しいな。ヴィーナス、アルテミス、トール、フリジア、シンクハデスが欲しいな、2体目ね。あと、2体目ルシファー欲しいな。シンクルシファーがね、欲しいんだよね、僕。あと、ティポン。この、何体だっけ？今何体言ったか欲しいんだけど、こいつなんでやって、じゃあ10年引きます。はい。最近ね、爆死続きだからね、もう、そろそろ、あー、なんか嫌な予感する。演出がないよ。もう、ほんとやめてほしいな。最近ずっとこれかんね。何ヶ月これ ?1 ヶ月以上続いてるこれ。わぁ。え？すごいな。なんだろうな。はぁ。通常運転。っていうことでね、まあ、まだ10連目なんでまだわかんないですけど、また後日回す44連でね、もしかしたらなんか、出てきてくれるかもしれないですけどね。ひどいよ。これひどいよ。待って2ヶ月だよ。2ヶ月、1ヶ月半か。1ヶ月半ずっと超えたとかちゃうん。だから最近収穫ないよ。まるで収穫がない本当に。そろそろね精神的に来るからね。ちょっと来てほしいんだけど。ってことでじゃあちょっと残り44連、まあ明日のね残り44連ちょっと不安になりますが、今回はじゃあここまで。ということでまた次回お会いしましょう。あ。違うわ。ちょっとね最後に言うの忘れてた。おそろにはラジオあったじゃないですか。火曜日と金曜日にやりたいなみたいなこと言ってたんですけど、金曜日にしようかな。うん、金曜日に始めようかなと思います。ちょっと火曜日、まあ今日準備しきれないと思うんで明日やろうかなという感じですね。あ、ラジオについては昨日の動画参照してください。コメントとかも募集してるんで。はい、ということでじゃあ今度こそはい、また次回お会いしましょう。